お疲れちゃんです。スラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらの迫撃スケラマーザニックバージョンねやっていきたいなと思います。こちらね、迫撃スケラめちゃくちゃね、まあ、ハンターとかで、流行ってたねデッキの新型を、今日ねやっていこうかなと思います。というわけで久々にめちゃくちゃ久々にエリババ使ってません。エリババね、まあ、今すごい強いんですけど、まあ、エリババ入ってないデッキも、まあ、もちろんね、いろいろ使われてます。まあ、ホグとか、まあ、エレジアイとか、まあ、こういうスケラデッキとか、まあ、あるので、まあ、エリババデッキそろそろみんな飽きたんじゃねという気がね、してきたので、はい。今日はちょっとエリババお休みでね、やっていこうかなと思います。まあ、多分明日エリババですけどね。多分。まあ、そんなわけでやっていきます。で、インドラいるのがちょっと珍しいかもしれないんですけど、最近そのエレジャイだったり、ゴレだったり、ラバだったり、まあ、大型系がね、結構いますので、まあ、インドラプラスポイズンがあれば、基本的にはね、大型やっぱ何でも守れるよという感じでね、インドラが入ってます。まあ、あと、マサネクがね、すげえ強えの、なんか今、多分無駄に評価高いと思うんですよね。こういうスケラデッキに入ったりとか、まあなんかあとはエレジャイとかにもたまに入ったり、ロイジャイとかに入ったり、まあなんかとりあえず結構使われてるんですよね、マザニクが。そうだからもう僕としてはね、もしかしたら次下方されちゃうんじゃないかっていう、もうヒヤヒヤがね、すごいあるんですよね。せっかくこう強くなったのは嬉しいんですけど、下方されたら困るなーっていうね、思いがすごいありつつ、マザニクね、使いまくってます。なんか小屋デッキとかにも、ね、まあ、入ったり、なんかこうやっぱり4コスの5ワンパン系列はね、多分強いんですよ。ホバリングマジアチャが今のところいるんですけど、その5ワンパンゾーンですね、ホバリングマジアチャがいて、あとまあマスケとかエレキとかはまあワンパンではないですじゃないですか、まあ、ですけどその辺も普通に強くて、4コス系は多分ね強いんですよね。そうマジアチャ、ホバーマジア、マザネクで、結局は5コスが完成されちゃうので、結局また、4コスの、5ワンパン系出ても、多分ね、普通に強いと思いますね。ワンパンされるからこそ強いみたいな。それはないけど、まあ、なんか、ね、普通にやっぱ強いんですよね。こういう4コスの5コスくんは。まあ、そういうわけでさ、今回相手はバルーンですね。ボーラーバルーン。なかなか防衛がね、大変です。インドラとマズネクとヤリゴブリンしかいないので、まあ大変なんですけど、しっかりね、防衛ポイズンも使って耐えていきます。で、まああと、スケラ打てばワンパンできるんじゃねっていう気がしないこともないんですよね。あ、これ今相手タルババ使ったっすね。で、結構コスト使って、あと、すごい大事なこと言うと、スケラ打つ位置でスケラの入るダメージがめちゃくちゃ変わります。これ本当にガチで、全然冗談じゃなくて、僕今ね、スケラを一個こう、内側にね、タワー寄り側、キングタワー寄り側っていうんですか、真ん中寄り側にしてるんですけど、相手がローリングバーバリアンですね、まあ、ウッドじゃなかった場合、てかまあ、ロリババだった場合に、スケラを打つ位置を一個内側にすると、めちゃくちゃね、ダメージが入ります。あとはなんなら、一個内側の一個奥側がね、多分一番いいのかな、多分ですけど。なので、さっきの位置のもう一個上側、定位置がここだとするじゃないですか。タルババだったら1個内側で1個上ですね。ここがベスポジです。はい、マジで。ここはね、タルババだった時にそこに打つだけで、スケラのダメージが毎回ね、いつもより入るので、まあ、ウッドとかだった場合はね、普通の位置でいいと思うんですけど、それね、意識するだけで世界変わります。で、スケラね、まあ、そんな話をすると、すごいスケラを打ちたくなると思うんですけど、基本的に、スケラは打たずに立ち回るのが正解です。こういうね、まあ、迫撃プラススケラとか、まあ、なんかやっぱ何々プラススケラデッキとかがまああると思うんですけど、まあ、それはまた別になってくるかな。基本的に、攻め迫撃で、なんかリズムを作るっていうか、まあ、スケラデッキの、まあ、なんか、立ち回りの、まあ、常識というか、掟みたいなものがありまして、基本的に、スケラデッキはスケラを打ちません。まあ、デッキによると思うんですけど、8割方は、基本的なスケラデッキはスケラを打ちません。なぜなら、
スケラを打つとカウンターが来るからですね。まあ、当たり前に。おっしゃ、ベリーおっしゃ。相手が攻めてきたんでね、迫撃を置きます。そう、スケラ打つと、すべてのユニットが残ってカウンターが来る率が、まあ、高いんですよ。まあ、あとは、ポイズンを打たなければ、相手のユニット処理できないとかダメージ受けちゃうので、そのスケラデッキって、基本的にスケラ打たずに、ポイズンで相手のユニットを処理して、守って、ポイズンでユニットを処理して、守ってを繰り返して、じわじわ、戦うのが基本的なスケラデッキのね、立ち回りなんですよ。だから、スケラ打たなくて勝てるんですよね、ぶっちゃけ。だから僕今から多分スケラ一回も打たなくても勝てます。で、まあ迫撃がまああるからっていうのもあると思うんですけど、迫撃がもしなくても、相手に削りカードがなかった場合、多分一生に持って勝つことも全然不可能ではないです。っていうぐらい、スケラデッキって、まあどのデッキも防衛が硬くなってるんですよね。基本的にね。そう、だから、攻める必要がないんですよ。スケラデッキで負ける人は、基本的にスケラを打ちすぎです。多分基本的にはそうだと思います。なので、もうスケラ打たずに守っとけばいいだけなんですよね。ぶっちゃけ。そう。だから僕はこう攻めずに、ずっと芋って、芋ってるだけで気づけば勝てる時が来ます。これはガチですね。で、まあ、ファルティとか来たら、タルボを転がしてみたいな。もう一生スケラ打たなければ、大きなカウンターを受けることがないんですよね。そう。っていうのがあります。なので、基本的に皆さん、スケラを使うときは、スケラを打たないで立ち回るのが大事です。で、じゃあ、いつ打つの？じゃあ、それじゃスケラじゃねえじゃんって、まあ、なると思うんですけど、もちろんです。その通りで。スケラ打たなくても今、なんなら負けそうなんですけど。どういうことって、話と全然違うじゃんって感じで、僕も今、すごいね、焦ってるんですけど、スケラ打つタイミングですね。スケラ、まあ、メタカードが言ったらあるじゃないですか。例えば、サンガゴ、アーチャー、まあ、縦の戦士とか、あとはバルキリーとか、まあ、そういったスケラーが振ったんだったら、刺さらないようになるカードを相手が裂いた時ですね。で、まあ、今回に限っては、単純に、多分エリアドを取ったからこれ入ってるだけだと思うんですけど、まあ、今回相手がスケラーのメタカードっていうメタカードはまあそんななかったので、まあ、スケラーはそんなこう我慢する必要もなかったのかもしれないんですけど、基本的には、やっぱこう、スケラをね、守りやすいというか、守れるカードがあると、やっぱね、カウンター受けやすいので、まあ、スケラあんま打たずに戦うのがね、理想かなというわけで、まあ、スケラ打ったらめっちゃダメージ入りましたね。結果論ですけど、だからまあ、スケラがね、通りにくいなって思った時は、まあ、スケラはできるだけ打たずに、まあ、待って、しっかりチャンスを伺うっていうのがね、大事になってきます。はい。そんなわけで、防衛頑張りましょう。で、最近じゃねえ、昨日かな、コメント欄ですごい人がいて、ラツさん、なんかこう、喋りが静かですね、みたいな。なんか、こう、いつもよりなんか落ち着いてますね、みたいな感じのコメントすごいいただいたんですけど、こう今、実家に帰ってて、まあ、木の家っていうのかな、わかんねえけど、まあなんか古くて、じいちゃんばあちゃんとかもいて、こうあんまりね、大きな声を出せないっていう状況下なので、結構いつもより、すごい真面目な僕になってる。っていうか、そう、なんか、インテリ系のね、イケてる人に、こう、なってるかもしれないんですけど、まあなんかそういったところもありつつ、若干ね、なんか小声チックにはなってます。そう、だからまあ一応、音とかは多分聞こえるように、設定で、ね、上げてると思うんですけど、まあ多分いつもよりちっちゃくて、聞き取りにくい部分もあるかもしれないんですけど、そこはね、ちょっと免許取る、理由上ね、ちょっと今、地元の方に帰ってますので、お許しください。おぶれ、これ相手、ペッカバルーンフリーズとかなのかな。インドラ最強ですよ。一生インドラ行きます。インドラゲーミング始まります。これ、インドラが強すぎる。インドラが化け物だ。出た。これもインドラ出してるだけで勝てます。今回の対戦。相手バカきついで、ザップ使ったらやりおぶ追加したいもんな。使った。やりこぶで削る。で、これもね、本当にそうです。スケラを打てば打つだけカウンターきます。なので、スケラ打たなき
切れば負けない。まあ最後も延長とか切ってて残り1回スケラー刺せば勝てるとかならいいと思うんですけど、打つ必要ないですね。ランバーとかビビドラとかで全部カウント受けちゃうので。よしよしよし、さあインドラで焼け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 。でこういった僕がカウンターをする場合はいいと思います。その相手がこのスケラーを守った後にバルーンがないので、その 100% カウンターが来ないんですよ。まあ、そういった場合はまあこんな感じで攻めてもいいと思います。さあ相手からしたらもう絶望ですね。インドラどうすんねんボットが湧いてきそうで、防衛迫撃はぶっちゃけあのバルーンのルート強制されると無駄になっちゃうので、もう左側からバルーン来たらドンマイってことで、もう右側ね徹底で出しちゃいます。でちょっとこれね、これはね多分防衛迫撃2周プランがいけますよ。でもこの辺に出しておけば多分釣れると思うんですよ。でフリーズこんにちは、さあ、あと79なので、まあ、防衛ポイズンして、さあ、あ、防衛ポイズンじゃねえな。攻めポイズンして、グッドゲームというね。これはもう、神相性かな。スケラも、まあ、一回打ちましたけど、多分打たなくても、勝てたんじゃないかなというような試合だったと思います。うん、いいね。調子いいですね。さあ、来た。はやぶさ、よろしく。まあ、迫撃からリズムを作っていきます。で、まあ、迫撃置いてもいいんですけど、なんか蓋するナイトとかなかったので、まあ、やりゴブリンでもいいかなっていう、やりゴブチクチク、まあ攻め迫します。まあ、一旦全ては攻め迫からね、クララファ始まります。攻め迫で様子見ます。でこれちょっとマザニクワンチャン、あぶね、OKOKOK。 さあライドラミニペイはね、あまり見ないから、まあ、ゴレかな。あまり見ないデッキは基本的にゴレなんですよ。ゴレのサブ。これね、今、ライドラ咲いたんですよ。だからもう、インドラが今、化け物。今、インドラ最強。多分、相手インドラに勝てるカードね、持ってないです。だから、もう、ナイトインドで、いや、これはまあ、また攻め吐くでいいかな。スキラでもよかった気がするんですけど。うわ、ライトニングか。なかなか俺のせっかく取ったエリクサーリードが一瞬にして終わっちゃったっすね。スケラの方が良かったかもしれない。まあ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 。言うてここは魔女でね。まあ、ミニピカライドルかトレネでキングギドウか。トレネが回ってないか。スケ。生まれるよ、それ。生まれる。で、やりゴブで、まあ耐えつつザップとか来たらナイトでね。っていう構えをして、で、まあ、暇になるので、タルババでね、プレッシャーをかけていきます。まあ、ゴレ来たら、これ、ナイトスケラーしていいと思うんですよ。なぜなら、これ、1本ここで取れたら、もしこのゴレを僕は守れなくても、2-1 で勝ちやすいんですね。だって、1次交換しても、これ、僕、あと、相手のタワー600しかないので、で、これ、インドラで今、溶かそうと思ったんですけど、あいつがいましたね。忘れてた。インドラじゃね。名前忘れた。ライドラ。で、これはちょっとね、よいしょ。ゴレさえ溶かしてしまえば、あとはもうなんか、いろいろ、勝手に。いや、強え。迫撃バカ強くないですか。そんなに強いっていうぐらい、今強かったですよ。しかもこのね、魔女もね、あとちょっとのタワーを削るのにすげえ優秀なんですよ。で、僕はこれね、キングにスケルトンラッシュとか打つと、相手はね、このスケラやっぱ守んなきゃいけないので、この間にね、このゴーレムで全てを破壊。お?ちょっとだけやばい。いや、でもやっぱインドラは強いですね。インドラ強くて、魔女で豚を作って、最後タゲ取ってあげて、オッケー!さ。まあそういったわけで、まあ大型にね、強い迫撃。まあポイズンがね、最近なかったので、結構こういうスケラデッキとかも、ファイボが多いんですよね。スケラファイボが多いので、あんまこう、ポイズンがね、いなかったんですけど、ポイズンのことによって大型にもね、結構戦いやすくなってる迫撃デッキですと。というわけで、皆さんね、ぜひ、この魔女迫撃スケラ、使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では。
お疲れちゃんでした。またね。